この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店の水猫です。今日は、リーザのサバトの祭壇の作り方について紹介したいと思います。リーザはミッドサマーとも言われていて、夏至のサバトになっています。まず特徴的なのは、この大釜の、魔女のコルドロンの大釜の中に入っている9つのハーブがすごく特徴的だと思います。一つ一つ見ていくとですね、月桂樹、ローリエ。で、これがレモンバーム。で、バジル、ラベンダー、セントジョーンズワート、タイム。で、カモミール、セージ、ペパーミントの9つのハーブが大釜の中に入っています。これはサバトの、時に、実際に自分の手でこの大釜の中に奉納する9つのハーブになっているんですけれども、この祭壇上ではあらかじめハーブを入れておいています。本番で入れていただいても構いません。で、そしてこの大釜の中に、赤いキャンドルを奉納してください。必ず赤のキャンドルでお願いします。で、あとはその周りを4大属性で飾っています。一つ一つ紹介していくと、まずはキャンドルですね。火の属性を表しているキャンドルであったり、あとは私が今持っているこのワンドもこの火の属性です。で、次に水の属性、聖杯ですね。はい。聖杯には今はここでは水は入っていないんですけれども、本番では水を入れていただく形になるので、もしこういった聖杯に水を入れるのが嫌だなという時は、ワイングラスでも何でも大丈夫ですので、水を入れるような器も準備しておくといいと思います。で、あとは真ん中の方にですね、今回初登場となるんですけれども、この中にエビが入ってるんですよ。エビちゃん。あ、いたいた。見えます？見えます？エビがいる。見えない、しょうがない。後で、別の写真でお見せできる時があると思うんですけど、このように水生生物を水属性のものとして飾ることもおすすめです。で、今回、ミッドサマーの、ミッドサマーリーザのサバトでは結構聖杯がメインとなっているので、この聖杯が結構、メインで置いています。で、次に風属性は、いつもと同じなんですけれども、ほうきであったり、あとは釣り航路ですねを置いています。で、次に土の属性はやっぱり水晶と、こっちにも水晶を置いてます。で、ここにちょっと見えにくいんですけども、ここにペンタクルも置いてます。で、あとはこっちにお花ですね。お花も置いてます。で、当日はですね、例えばサバトのパンですとか、あとは供物、あとは、お花、生のお花っていうのをお供えすると思いますので、今ここにもし土属性がなくても当日あれば大丈夫です。で、今回のサバトのパンはハーブブレッドというハーブを使ったパンになるんですけど、やはりこのメインとなってくるハーブっていうのが使われているというのが特徴的です。で、リーザのサバトでもう本当に大事になってくるのはこのハーブと、あとは赤いキャンドルと、あと聖杯がメインになっているっていうところです。ここさえ押さえていただければ簡単に誰でも祭壇を
作れるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。みつねこでした。